皆さんどうもこんにちは、マイピカです。結構ね、久しぶりになりましたが、今回はですねカメラの話をしたいかなと思います。前にね、映ってるのが GH5S かな、真ん中ですね。あとは GH5M2 と α7C が映ってると思いますが、今日でですね、GH5S ですね、手放そうかなと思います。で、もうですね、業者に、売ることになりましたので、今日が最後の見納めということでね、今までありがとうございましたということで、GH5S の感想と、あとは GH6 の話をちょっとだけね、しようかなと思いますね。GH5S ね、なぜ売ろうかなと思ったかっていうとね、さっきちょっとちらっと出ましたが、GH6 がもしかしたら今年か、来年にね、ずれ込むのではとは言われてますが、発表自体は多分今年中にすると思います。だってそう公言してるんで、はい、だから11月か12月にはおそらく発表すると思いますが、発売は来年になる可能性はあるかもしれないですね。で、その GH6 が出るっていうこともあって、GH5M2 が左側に映ってると思いますが、3つも持っててもしゃあないということもあるし、GH6 がおそらくですね、GH5S 当初出たのが30万ぐらいで GH5S 出てるんで、GH6 もおそらく30万は超えないと思いますが、28万か27万ぐらいで出るのではないかなということもあって、ちょっと資金繰りをする必要性があるっていうこともあってね。あとはドローン買おうかなと思ってるん で、そのドローンもですね、DJI Air 2S にするか、来月のね、もしかしたら発表されるのではないかなって言われてる Mavic 3かな、 DJI のもしかしたら出るかも出ないかも、来年、これもね来年に連れ込むかもみたいな噂もあるんですが、だからドローンが10万20万するんで、ちょっとね50万近くいくんでね、何か売らないと厳しいということもありまして、GH5S をね、売るっていう決断になりました。で、 GH5M2 左側に映ってますが、これ前にね、紀伊半島一周の動画あげたと思いますが、あそこの熊野那智大社かな、あそこの映像は全部 GH5M2 で、撮ってるので、もしよろしければねそちらも見ていただければいいかなと思うんですが、全然これで満足してますし、むしろあの GH5S よりもね手ブレ補正がついてるので、ここはかなりでかいですね。やっぱボディーなら手ブレ補正も強力ですし、で GH5 ですねと違ってログ撮影が標準搭載されてるんで、 M2 の方はっていうこともあるしね、あと USB 給電できるようになったりとか、いろいろ強化されてる部分もあるんでね、ちょっとここで GH5S をちょっと売ろうかなという決断になりました。思い返すとですね、僕の YouTube のチャンネルっていうのは3年ぐらいになりますが、 GH5S と共に歩んできたっていうかね、2018年の8月ぐらいから始めたんですが、実はその結構前から GH5S かな、結構前っていうか2018年の1月か2月に、発売されましたよね。で、発売直後ぐらいに購入して、でそっからね、もう動画とか映像の勉強して、当時何も分かってなかったですからね。だからですね、初めてのミラーレス一眼は GH5S なんですよ。なので写真機じゃないんですよね。ミラーレスの一眼に関してはいきなり動画機から買ってると。だからいきなりそのログ撮影できて、4K60p の8ビットかな、10ビットは撮れなかったですけども、だそこで撮り始めてっていうことでね、ミラーレス一眼ってこんなに綺麗なのかっていうこと で、当時買ったのがあのオリンパスの 12mm40mmF2.8 プロと、パナライカの 8mm18mmF2.8 から 4.0 かな、あとはパナライカの 15mmF1.7 かなの単焦点レンズと、3つ買ってね、いろいろ室内撮影したりとか外撮りに行ったりとかしましたけどもね、やっぱり一番ですね印象的だったのが淀川の花火大会かな、もう今はちょっと花火大会でもう去年も中止になってますけどもね、あれを GH5S でね 4K60p で時間ぶっ通しで撮ったんで、あれは結構印象に残ってますね、あの花火大会の映像っていうのは。で、花火大会っていうのはね毎年毎年同じじゃないんで、クライマックスと変わったりするしね、当然プログラムも変わるんで、二度と撮れない映像なんでね、それを GH5S と、8mm18mmF2.8 から 4.0 の超広角レンズで撮影することができたと。クライマックスもバッチリ映ってるしっていうこともあって、これはね結構良かったかなとは思いますね。やっぱなんといってもですね、熱停止しないというところが一番でかいですね、 GH5S はね。花火とか1時間ぶっ通しでほったらかしにしてても普通に撮れるんで、そこはでかいかなっていうところと、あとはですね、左ダイヤルがついてるんでね、今 α7S3 でこれ撮ってるんですけども、左ダイヤルついてないんで、そこのちょっと使いにくいっていうところと、ちょっとこれもね、α7S3 の本音みたいな動画で喋りましたけども、 DC カプラーがやっぱし、ソニー機はちょっと使いにくいんでね、室内撮影がちょっとやりにくいっていうのがあるんですけども、 GH5S に関してはね、 DC カプラーも挿しても蓋もちゃんと縛るんで、そこはね、非常に便利なところですし、
あとはやっぱしね、今となっては1000万画素ぐらいでマイクロフォーサーズで写真撮るっていうのはね、やや厳しいっていうところはあるんですけど もう動画であればね全然バッチリなんで、写真っていう意味でも GH5 マーク2ですね、左に写ってるのは、あれに関しては写真も撮れるし動画も撮れるんで、もうほぼ最強機に近づいてますね。こっちはね両方ともいけるんで、唯一きついかなというのは暗所性能ですね。ただ暗所性能に関しては α7S3 で撮ればいいだけの話なんで、まあ昼間はねやっぱり GH5 Mark II 使えばいいかなっていうこともあって、まあ、ここでまあ GH5S かなの方がちょっとまあお役御免になりましたよという感じになってますね。まあでも3年ぐらい使わせてもらいましたが、かなり状態綺麗な方だと思いますね。そんな汚れてないし、落としたことも一度もないし、でセンサーも傷つくことなく、まあ丁寧にね使ってきたから、で後ろ箱写ってると思いますが、箱も全然綺麗なんでね、説明書もちゃんとあるしっていうこともあってね、まあまあ手放してもねそんなに価格落ちなかったんですけど、まあ今後のね、まあ、カメラ業界もわりかし回復してきてるみたいですしね、去年並みの水準になったみたいな記事もあるんで、まあ、全然売れない状況からは出してきてるとは思うんですよね。なので、パナソニックに関しては GH6 が控えてますよと、発売がちょっと来年にずれ込むかもしれないですけどね。あとはソニー機で言うと α7-4 ですね、非常に人気の α7-3 の後継機ですね。 α7-4 がもしかしたら出るのではって言われてるの で α7-4 に関してはちょっと α7-C を持ってるので見送ろうかなと今のところ思ってますね。 4K60p がクロップされないってなってくるとちょっと考えるかもしれないですけども、まあそこまでお金出すのちょっと厳しいんじゃないのと、あとはですね iPhone13 かなか 12S かどっちかになると思いますが、9月の13日とか9月の半ばぐらいにもしかしたら出るのではとは言われてるので、今が9月の5日かな、今日9月5日なんでもうそろそろ発表されるとは思いますが、で iPhone 買うかどうか迷ってるんですよ。今 iPhone11 Pro なんですけど、大体ですね iPhone って2年おきに変えてるんですよ。毎年変えてるとさ、まあ、iPhone って10万以上するから高いやつはちょっときついかなということもあって、ちょっと2年に1回買い替えてたんですけど、今年はですね1回飛ばすかもしれないですね。来年になるかもしれない。だからドローン買うっていうのと、まあ、GH6 が控えてるっていうのもあるので、ちょっとですね、だからその iPhone に関してはちょっとどうなるか分かんないですね。ただ iPhone11 Pro を売却してその代わりに買えばね、そこまでコスト的な出費にならないと思うんで、まあ6万か7万円ぐらい出せば買い替えられるかなと思ってるので、まあ、どうしようかなと迷ってるところではありますね。まああのですね、前に、3泊4日かなで撮った紀伊半島一周の動画あげましたけども、やっぱりドローンの映像が欲しいなとやっぱどうしても思いましたね。やっぱ上からの映像っていうか空からの映像もあるとやっぱ全然変わってくると思うんで、ただドローンっていうのはどこでも飛ばせるわけじゃないんでね、特に大阪ではほとんど飛ばせないんで、ただまあ地方にですね、旅行とかに行くときにはドローンって役立つと思うんでね、やっぱドローンがちょっと買いたいかなっていうところもあるし、あとは来年からなんかライセンス化されるかもみたいなこと言われてるんで、ちょっとね練習しときたいっていうのもありますしね、っていうのもあって、まあいろいろ出費がかさむっていうこともあってね、ちょっとどうしようかなっていうところで、まあ GH5S を売却したって感じになりますね。はい、GH6 に関しては、噂によるとね、増面位操作のね AF が導入されるのではないかなっていう噂が流れてますが、まあ、そこら辺がどうなるかっていう感じですよね。内蔵 ND はね入らないと思いますね。はい、まあ個体サイズもでかくなると思うしね、内蔵 ND はないと思いますが、増面位操作を搭載してくるかどうかですね。ただ僕はまあ僕の動画で結構言ってますけど、 AF にはそこまでこだわってないんで、っていうか今撮ってるソニーの α7S3 でも万能ではないんでね、 AF はやっぱ来たいところにピントが来ないっていうことも普通にあるんで、なのでミスが許されないところとかでは全然まだまだマニュアル撮影してるんでね、っていうこともありますから、そこまで増面位操作にはこだわってないんですけども、あの人物撮りたいとかねってなってくると、人を撮りたいっていう人はやっぱし増面位操作の AF っていうのはいるんじゃないかなとは思いますね。っていうのもありますしね、まあ、その用途によって変わるかなというところではありますけどもね。まあ GH6 に求めるのは、まあ 4K60p の 4K120p かなが撮れるっていうところと、あと 5.4K だったっけっていうのがね撮れるっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。マイクロフォーサーズっていうのは超望遠に強いですからね、まあ、超望遠で月撮って 5.4K でさ動画撮ってんでクロップしたらかなり月でかく映ってると思うんで、そこはやっぱしですねマイクロフォーサーズの強みかなと思いますね。月撮ったりするときもね。でまあ紀伊半島の一周の動画でもあげましたけれども、あの円月島かな、あれを 400mm のズームレンズで撮りましたが、結構アップで映せますからね。あっからさらにね、
アップで映せるっていうところもねすごいかなとは思いますね、うん、やっぱそういうところがマイクロフォーサーズの魅力でもあるので、まあ、フルサイズ今2台持ってますが、それでも手放さずに、マイクロフォーサーズも使っていければいいかなと思いますね。むしろ日中だけの撮影やったらマイクロフォーサーズだけで十分までありますね。やっぱり被写界深度が深い映像、奥までピントが合ってるような映像っていうのもやっぱし必要なんでね、そんなにその何でもかんでもボケてる映像が必要なわけじゃないんで、うん、まあ暗所性能はねマイクロフォーサーズは劣りますけども、だから適材適所っていうかマイクロフォーサーズが生きる場所っていうのはあると思いますんで、まあこれからもですね、まあ、いろいろレンズとかもし発売されるのであれば買っていければいいかなとは思ってますけどもね。ということでね、まあ、α7S3 じゃなくて GH5S ですね。 GH5S、3年間使ってきましたが今日でお別れっていうことで、どうもありがとうございましたっていう感じですね。まあまあ次回以降の機種に、期待したいかなとは思います。はい、まあやっぱし非常に使い勝手がいいですね、ソニーと比べても。うん、やっぱ UI も使いやすいですし、で左ダイヤルもついてるしね、っていうこともあって、細かいところに手が届くところかなと思いますね。ヒストグラム見ながら水平器も出せるしっていうのもあるんでね。はい、っていうこともあってね、まあ、今回はねこれで終わりにしようかなと思いますね。で今年ねちょっと今年じゃなくて今月ですね、旅行に行こうかなと思ってたんですが、実はですねワクチン打ちました、1回目ですね。なのでそこで2連休がまず潰れてしまったっていうね。翌日もやっぱし休んどかないとなんか体調不良になったりしたら困るんでね、旅行行って。で今月の末ですね、9月の末に2回目の接種があって、2回目の接種の方が副反応が出やすいと思うんで、まあ、そこでも2連休取って、で本来はそこでまたちょっとしたところに行こうかなと思ってたんですけど、やっぱワクチン打ってるっていうこともあってちょっと難しいかなっていうこともあってね。なのでまあもしかしたら1泊2日とかで旅行行くのは来月になるかもしれないですけどもね。なのでまたまたちょっとね、室内撮影がもしかしたら増えるかもしれないですね。ということで今回はこれで終わりたいと思います。まあ他にもですね旅行の動画とかいろいろ上げてますんで、バイクの動画とか、まあ、もしよろしければ高評価とチャンネル登録していただければいいかなと思います。ということでどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。